皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。AFP イコール時事、北米アイスホッケーリーグ、NHL のコロンバスブルージャケッツ、コロンバスブルージャケットに所属するジョニー・グドロー、ジョニー・ゴードロー、選手、31、が、29日夜に米ニュージャージー州で弟、29、 と自転車に乗っていたところ交通事故で死亡したと地元警察が30日に発表した。写真特集2024年に亡くなった著名人グドロー選手と弟のマシューさんは道州トレントン,トレントンから80キロに位置するオールドマンズタウンシップオールドマンンズタウンシップで車両に引かれて亡くなった。警察によると兄弟をはねた車のドライバー43。 は飲酒運転の疑いいで逮捕されたという NHL のギャリー・ベッドマン、ゲイリー・ベッドマン、コミッショナーは、競技への情熱的な精神と、表情の華麗なそのスキルで、ジョニーホッケーの愛称を手にしたと追悼し、ブドロー選手の死に衝撃と悲しみを受けていると述べた。ブルージャケッツもこの想像を絶する悲劇にショックを受け、打ちのめされている。 ジョニーは偉大なホッケー選手であっただけでなく、何よりも愛する夫、父親、息子、兄弟、そして友人だったとの声明を発表した。米代表としてアイスホッケー世界選手権、IIHF ワールドチャンピオンシップに出場した実績を持つグドロー選手は、NHL でのキャリアを開始したカルガリー・フレームス、カルガリー・フレーム、 レキューシーズンを過ごした後2022年にブルージャケッツへ移籍した地元メディアの報道によるとブドロー兄弟は30日に姉妹の一人の結婚式がありニュージャージー州の自宅に戻っていたという翻訳編集 AFPBB ニュースどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう